ルートビヒ一世は、ドイツのプファルツツバイブリュッケン公、ク黒子の異名で呼ばれる。プファルツジンメルンツバイブリュッケン公ウステファンとその妻の、フェルデンツチョハク、アンナの間の4、男として生まれた。1453年、父が所領2人の息子フリードリヒとルートビヒに譲り、マイゼンハイムに引退したため、ツバイブリュッケン公領を統治することになった。1455年、 ルートビヒは、いとこのプファルツ選定校、フリードリヒ一世から領土を奪おうと戦争を仕掛け、この争いのためオイサータール修道院が焼き払われた。選定校フリードリヒはシュパイアーとウィッサンブールで兵を集めると、ルートビヒに忠誠を誓う都市、ベルクツアーベルンを包囲した。ルートビヒは、都市の包囲解除と引き換えに敗北を認め、選定校フリードリヒを創始と認めた。 ルートビヒは黒髪で肌も浅黒かったため、黒子と呼ばれた。1454年3月20日に、ルクセンブルクにおいて黒い木のポルシャンハクアントワーヌ一世の娘ジャンルド、黒いと結婚し、間に12人の子女を設けた。ありがとうございます。